私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリの永瀬角、ロケ中の笑顔の理由に視聴者爆笑。キング&ピスの冠番組、キング&ピス。10月29日放送回では、永瀬角のロケ企画、永瀬角社会勉強の旅がオンエアされ、意外な一面がネット上で話題になった。この日は永瀬が大好きなお米について学ぶべく、岩手県にある米農家へ。しかし、オープニングで永瀬は、お米は好きなんだけど、一つ心配があって、米やったら何でもいい人なんですよ、と告白。レンジの、チンレトルトのお米でもいいから新米の味がわかるか不安ではあります、とローラしていた。無事に作業を終え、ご褒美として土鍋で炊いたお米を食べることになったが、蓋を開けた瞬間、永瀬は頭を振りながら拍手するというようなテンションに。さらに、農家さんから、粒立ってますか?と聞かれるとガンタチじゃないですか?ガンタチでしょ。と、答えナレーションでしたネタっぽい、と突っ込まれていた。白米を大きく一口食べると、再び頭を振り拍手をしながら、マジでうまい。と絶賛しレトルトのお米とは違うと発言。さらに、マヨラーでもある永瀬はお米によく合う。と、大喜び。農家さんに出してもらった味噌焼きおにぎりにもマヨネーズをかけて食し、天才やわ。と感嘆したのだった。この日の放送にネット上の視聴者からは、営みバッタにテンション上がるの、精神年齢が小学生男子すぎて爆笑した、笑顔になる場面が全部下ネタなんだけど、普段クールなのに、今回は男の子全開で意外だった、といった声が集まっていた。そんな永瀬が訪れたのは、品評会で1位を取ったこともあるブランド米を作っている米農家。収穫を手伝い、採れたてのお米を食べさせてもらうことに、米の収穫などを行う機械、コンバインを使って上手に稲刈りをしていたが、コンバインで刈りきれない稲を手作業で刈る作業は苦手だったよう。包丁すらおっかなびっくり扱う永瀬は、釜の使用も怖がり、農家さんがサクッと収穫しているのに対し、刈った、と稲の太さに困惑している様子だった。一方で、作業の途中でバッタが交尾をしている場面を見た永瀬は、ええ、バッタが営んでる、営みバッタや、と大興奮、まだ朝やで、と言いながらこの日一の笑顔を見せていた、まる私のビデオを見てくれてありがとう、最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください、最後まで読んでいただきありがとうございました。